茨城同子にちなんだ飛び出し坊や茨城同子は平安時代に大鉱山を本拠に京都を荒らし回ったとされる鬼の一人、茨城同子と書くこともある。主天同子の最も重要な家来であった。出生地には摂津国という説と越後国という説がある。生まれた頃から歯が這い揃っていた、巨体であったなど周囲から恐れられ、鬼と化した後は主天同子と出会い射程となり、 共に京を目指した。主天道寺一味は大鉱山を拠点にし、京の貴族の子女を誘拐するなど、乱暴老関を働いたが、源の頼光と四人の家臣たちによって滅ぼされた、ものの、茨城道寺は逃げ延びたとされる。その後、頼光四天皇の一人である、渡辺綱と一条戻り橋やら正門で戦った、鉱寺が、後世の説話集やの、用曲 歌舞伎などで語り継がれているが、そのため本来は別々の鬼である。ラジ門モンの鬼と、茨城道士がしばしば同一視されている。茨城道士は、主典道士と同じく、越後出身との説がある。主典道士は、神原軍の砂子使うまでで、国町寺の地後だったが、茨城道士は、腰軍の山奥の軽井沢の生まれでやはり、八彦神社に預けられていた。には、と、 茨城道士が相撲を取った場所があり、茨城道士を祀る祠がある。またこの地区は茨城生が多く、茨城生の家では節分に豆をまかないなら足があり、また家の屋根に破風を作るとその家では不良が出るので作らないという言い伝えがあるという。美男子で知られ娘たちから山ほど恋文を送られていたげどうまる今年天道児同様。 茨城童子も美少年として多くの女性に言い寄られ将来を案じた母親に弥彦神社に送られることになった。ところがある時ヤ彦神社から実家に帰ると母が氷の中に隠した血ぬいりの恋文を見つけた。その血を指で一舐めすると立ちどころに彼は行僧が変わり気となり梁を伝うハフを壊して逃げていった。その頃下道丸こと主典童子は 恋文の返事が来ないと悲観して死んだ娘のことを聞き、読まなかった恋文の入ったつづらを開けてみるといいような、煙が立ち上って気を失い、気づくと鬼へと変わり果てて、寺から逃げて、悪の限りを尽くすようになっていた。主天童士と意気統合した茨城童士は、射程となりともに、周囲の村々を襲っていたが、その噂を聞いた母が、彼の幼い頃の産着をつけて、 茨城道士の前に立つと、茨城道士は急に子供の頃の思い出が蘇ったか、二度とこの地を踏まると約束して、主天道士とともに、新州都学市などを経て京へと向かった。主天道士の出生地には他にも伊吹山六など有力な説があるが、茨城道士の出生地についても兵庫県甘ヶ崎市や大阪府茨城市の説もあり、説明書図へ、説用建設。 雪洋軍団などの資料ではこれらを取っている。千七百一年観光の雪洋軍団では、節津国の富松の里で生まれ、茨城の里に産木のまま捨てられていたところを酒飲み同時に拾われ、茨城の名をつけて養われたとある。また、雪洋建設では、茨城同時は、川辺氷富松村の土民の子であったが、生まれながらに、牙が生え、髪が長く、 眼光があって、成人以上に力があったので、一族はこの子を恐れて島下郡茨城村のあたりに捨て、主天童士に拾われたという。茨城市の伝承では、茨城童子は、水尾村の生まれだが、十六ヶ月の南山の末に、生まれた時にはすでに歯が生い揃い、生まれてすぐに歩き出して、母の顔を見て、鋭い目つきで笑ったため母はショックで亡くなった。父は、 鬼のような赤子を持て余し、隣の茨城村の旧塔神の森近くにある、神ゆい屋の前に捨て、以後、茨城童子は、このいなかった床屋夫妻の子として育った。幼くして、体格も力も大人をしのいだ童子を床屋も、持て余したが、床屋の仕事を教えて落ち着かせることにした。ところがある日、童子は、髪剃りで客の顔を傷つけてしまい、慌てて、指で血を拭ったものの、 指をきれいにしようと血を舐めるとその味が癖になってしまい、以後わざと客の顔を傷つけては血をすするようになった。床屋に怒られた道子は気落ちして、近くの小川の橋に持たれてうつむいていると、水面に映る自分の顔がすっかり鬼になってしまっているのに気づき、床屋には帰らずに北の丹波の山に逃げ、やがて主天道子と出会い狙いとなったという。その橋は、 茨城童子顔見境と呼ばれていたが現存せず、跡地に石踏みが立っている。主典童子の一味による被害があまりにも大きく、源頼光が鬼退治に行くこととなり、廃家の頼光四天皇や友人の藤原康政ら、総勢五十数名と共に大鉱山に向かった。山伏の姿になった一行は、様々な人々の助けを得ながら、一晩の宿を求めるふりをして、 主天童子の本拠に入ることに成功した。その晩は、主演が盛り上がり、深夜、酔って動かなくなった、主天童子の一味の鬼たちを、より蜜らは残らず退治した。ただし、茨城童子のみは、渡辺綱と戦っていたところ、主天童子の撃たれるのを見てこれは叶わないと退却し、唯一逃げるのに成功したという。渡辺綱と、茨城童子の物語はに登場し、 それぞれ細部が異なっている。おおむね、渡辺綱が茨城童子の腕を切り落とすが、茨城童子は腕を取り戻しに、綱のもとへやってくるというものである。また平家物語剣巻で、渡辺綱に腕を切られる鬼は、名前が出てこないが、この鬼を茨城童子と同一視する人もいる。しかし、脳、羅正門は平家物語をもとにして、 舞台だけを一条戻り橋から、ラジオ門に変更して創作されたもので、鬼が腕を取り返しに来る話は、歌舞伎、茨城の内容である。このため、別々の鬼である、ラジオ門の鬼と、茨城同時を混同している人が多い。また、蒸気の伝承をもとに、木原俊恵が1978年タイトル、大鉱山家電で漫画家。 同作は1986年宝塚歌劇団、雪組本公演で、柴田有効脚色、演出で舞台化されたほか、島田真由が1996年タイトル、茨城茨城で舞台を現代に移して、渡辺綱の子孫である、高校生と茨城同時のエピソードを創作している。月岡義俊氏が、新型36回戦より、老脇腕を持ち去る図。 渡辺綱のおばに化けて、自分の片腕を奪い返した、茨城童子。茨城童子が出現するのは、堀川に架かる一条戻り橋の上というパターン。若い美女が道に困っていたため、渡辺綱が馬に乗せてやると、女は突然鬼の姿になって、綱の髪の毛をつかみ、空中に飛び上がって、あたご山に連れ去ろうとした。綱は慌てずめと、髭節で鬼の腕を切って、 何を逃れた。綱は、切り取った鬼の腕を、源の頼光に見せた。頼光が恩苗氏に相談したところ、必ず鬼が腕を取り返しにやってくるから、7日の間、家に閉じこもり物意味をし、その間は誰も家の中に入れないようにと言われた。それから数日間、茨城童子はあらゆる手を用いて、綱の屋敷へ侵入しようとするが、綱の唱える、二王行や、 五夫の力で入ることができなかった。ついに七日目の晩になって、摂津の国から綱の叔母、マシバが綱の屋敷にやってきた。綱は事情を話し決して叔母を屋敷に入れなかったが、年老いた叔母は、幼い頃大切に育てた報クがこの仕打ちかと、嘆き悲しんだので綱は仕方なく、言いつけを破って、叔母を屋敷に入れる。叔母は、綱が切り取ったという、鬼の腕を見たいと言い、 封印されたからびつから出されてきた腕を手に取って、じっくり見ていると、突然、おばは、鬼の姿になった。このおばは、実は、茨城童子の化けた姿であった。そして、腕を持ったまま飛び上がり、破風を破って、空の彼方に消えたという。渡辺綱が、茨城童子の腕を切り落とすのは、羅生門という筋のものもある。大鉱山の鬼退治が終わって、しばらくした頃、 源頼光以下四天皇たちが集った主演の席で、近頃、羅生門に鬼が出るという話になった。ならばと全員で土胸試しに出かけると、綱の番になって門に入ると鬼に出会ってしまい、格闘の末、鬼の腕を切り落とした。まさか鬼の生き残りがいるわけがないと思った綱が、羅生門に行ってみると、そこには、茨城童子がいて、やはり格闘の末、鬼の腕を切り落とした。 その後、同様に、茨城童子は姿を変え、腕を取り戻しに現れる。腕を取り戻した後の茨城童子の行方は定かでは、ない。摂津の民話では、しばしば実家に帰った話や、実家に帰ったが追い返された話などがある。茨城童子と共に、京都を荒らした王に、主天童子だが、実は彼らの関係も様々な小説がある。その諸説の中に、実は、 茨城同士は男の鬼ではなく女の鬼だったという説があり、または主天同時の息子、果ては彼の恋人だったという説も伝わっている。そしてしばらくしてから主天同士と茨城同士は互いの存在を知り、共に党を目指すようになったと言われている。ありがとうございます。